八代目市川段蔵5月15日から1966年6月4日は歌舞伎役者。本名市川銀蔵。野号は三河屋。拝名に十円、三円、しくれない。東京生まれ。七代目市川段蔵の次男。実母の初が早くに家を出てた家についだため、母親を知らずに育つ。父親の七代段蔵は、 芸の修行に厳しく、息子がうまくできないと、冬でも庭の木に縛り付けて頭から水をかけることもあったという。1885年、本名の市川銀蔵の名で初舞台。芸修行のため、小学校3年生までで退学する。1896年、市川桃太郎を襲名。主として、子供芝居に活躍。1908年深吹座。 小荒鈴鹿森の白井ゴンパチで、四代目、市川九蔵襲名。その後、初代、中村吉右衛門一座に加わり、脇役を務める。1943年歌舞伎座、読者の丹助の誕生役で、八代目、市川丹蔵を襲名。松浦の太鼓の宝井企画、石切梶原の六郎太夫、高知山の高木小左衛門など、地味ながらも堅実な演技で舞台を支えた。 1965年に、君ご同総合曲実賞を受訓。1966年には、第16回芸術選賞を受賞し、賞金と、日本俳優協会から贈られた、報奨金に、自分の金を足して、早稲田大学坪内博士記念演劇博物館に寄付した。また、父七代目、市川断蔵についての著書、七世。 一川断造を表し歌舞伎研究に業績を残した。孫九代目、一川断造には、諸社山のお庭家の方を伝えた。長男は、舞踊家の三世柏木絵門ので、その子が九代目断造。また、おいにのちに養子に迎えた五代目、一川九造がいる。自らも、役者は、目が第一、次が声。私はこんなに目も小さい。声も良くない。体も小さい。 セリフが流れるように言えない。不適格ですと評するのが口癖で、40歳の時に引退を申し入れた後もたびたび引退を願い出ては、引き止められ続けたという。引退時には、男像の名の重荷を背負って生き続けたと述べており、苦しかったですかとの問いに、はぁ、あ、それはもう、芝居というものは、たった一人が悪くても、芝居全体が壊れますからと答えている。 1966年4月に歌舞伎座で引退興行を行い、菊畑の喜一とスケクの異級役を演ずる。直後に20年来の夢だった四国巡礼に出かけた。足腰に問題もなく、格尺としているとはいえ恒例での一人旅を家族と弟子たちは強く反対したが、これまで生き延びてきたのも大師さんや世話してくださった人たちのおかげ。ただただ礼を慰めたい。 巡礼途中、フッツの元へ行くことになっても、お大師さんと二人、何の食いることもないと押し切ってのことだったという。巡礼を終えた後、小戸島に宿泊し、その木と大阪行きの戦場で消息を絶つ。戦室には、市川のネーム入りの紺の背広上着、中折れ棒、レインコート、懐中時計、文庫本などのほか、この金を費用に当ててくださいのメモのついた財布があり、 ハリマなだに身を投げ自殺したと推測された。一体は上がっていない。東京には、30年連れ添った60代の妻、ヒロコ、幼女にした妻の名一家、息子の年を一家、孫、ひ孫があり、小戸島滞在中に、探さないでくれといった衣装を思わせる手紙などが、妻宛てに送られていた。巡礼の途中、偶然に出会った者も,も含めて、数社の新聞記者の取材を受けており、 お大師さんと二人だから途中で死ぬようなことがあっても少しも寂しくありません。客のことばかり気にしなければならない役者か業を思い出したくないので誰にも会いません。煩わしい東京へは帰りたくないのです。今は人形のような舞台人生から離れ生まれて初めて人間らしい自由を得ましたと心情を語っている。自生は我しな 光電受け夏夜もせず迷惑かけずさらば地獄へ。墓所は谷中霊園。海名は岩聖院、釈霊空。断蔵の死について、三島幸夫は、断蔵の死は強烈、壮烈、そしてその死自体が神狩りのごとき批評であった。批評という行為は安全で、高飛者なもののように世間から思われているが、本当に人の心を打つのはごく稀ながら、 このような命をかけた批評であると、断蔵を追悼し、その死の意味を考察した論評を書いた。網の菊は追悼の中編エッセイ、一語一絵を、同年の、群像十一月号に掲載。同作は、読売文学賞を受賞した。また、豊田た二は、断蔵の死の旅を後をたどった、中編、断蔵受水を、小説現代百七十一年十月号に発表している。 a b c d e 一5一会効 a 網のく ABCD 市川弾蔵、変動動画最後の角を愛媛県生涯学習センター7世市川弾蔵国立国会図書館デジタルコレクション昭和41年6月5日付朝日新聞 a 六スケ遠くへ行きたい P205 三島幸夫、弾蔵、芸道再軍備決定版三島幸雄全集第十四巻 評論級に初集。浜田健吾、脇役本 P176。浜田健吾、脇役本 P177。ありがとうございます。